はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメカ実況プレイしていきたいと思います。そして今回もこの動画のどこかにバンザーイしているコーダが3人隠れていますので、ぜひ探してみてください。というわけでやっていきましょう。たけしさんのコース、ゴールは目の前、こちらやっていきましょう。なるほど、これはこうやっていけばいいんじゃないの。多分こうでいいんじゃない。え、違う、スピンかな、スピンでこう。違うんだ。ほい、おお、これもう行ったみたいなもんじゃないの、違うの。いや、わからんよ。根気よく根気よく、おお、いけたー。よっしゃー、あー、長かったよ。たけしさんのコース、ゴールは目の前、2、こちらやっていきましょう。完全にワンワン守ってんじゃん。ちょっと待って、いけないか。いやー、運よく運よく。これはどこだ。待って、これ意外と下じゃね、ここじゃね、違うか。ほい、おい、よっしゃー、いけたー。やっぱ下だね、これはね。たけしさんのコース、ゴールは目の前、3、こちらやっていきましょう。おーおーおー、なんか増えた、なんか増えた。ちょっと待って待って待って、これはさっきのようにはいかない気がするな、こうなってくると。どうすりゃいいんでしょう。ってことはワンワンのこの上らへん。待って、ハンマー、なんかワンワンが口開いてる時にいけそうだよね。うわ、噛まれた、完全に。それともやっぱ下なのか。それもありだな。うおやったおお、びっくりしたよ、自分で。おお、クリアできた、やった。ゴールは目の前、4。はい、ちょっと待って、待って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 、面白い。登って、トト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 ト、よっしゃ、抜けた、オッケー、来た来た、2発目クリアいけそうだね、これはね。ありがとうございました、イエイ。ゴールは目の前、5。さあ、ここは、なるほど。どう、むずいぞ。タイミングよくだな。ほい、あー、いけそうじゃない、結構間空いてるよね、でもね。上で行った方がいいのか。ほい、よっしゃー、来たー、これは来たでしょう。オッケー、ゴールは目の前、6。ほう、お、今回は時間がないのか。これヒップドロップでいけない？とっとっと、あ、いけないのか。ちょっと待って、これ時間、うわ、きつい、想像以上にきついかも。でも一番やっぱり倒さないといけないよな。んで、倒しといて、いやー、無理だわ。ジュゲムさんたち避けてください。いけたー。やったー、気持ちいい、ナナ。さあ、ここは今のクリボーは関係ないよね、多分ね。多分そのまま、うーわー、わからんわー、わからんわー。おーい、と、あ、いけた、やったー。ゴールは目の前、8。あー、ちょっと待って、嘘でしょ、嘘でしょ。待って、今までで一番きついんじゃないっていうかね、クリア率も一番低かった。落ち着いて、うわー、でもう、まずここ乗って、そんでこっからもうこういう感じで、あ、いけた、いけた、待って、ほい、うわあ、いけそう、いけそうだったのに。もう速攻いっちゃう、いっちゃう的な、いっちゃう、やった、いけた、よっしゃ、これは作戦勝ちでしょう。ゴールは目の前、9。うーわー、これベルトコンベアがやべえな。ふうつ、あー、でもそんな、そんな、あそこでまたジャンプすればいいだけだから。ほいの、ほい、あー、でもすぐジャンプできないのか。やっぱりちょっと左に走んないといけないかも。うわー、ほい、ほい、よっしゃー、いけたー、やったー、ゴールは目の前、中。さーて、すげー、ブラックパックン楽しそう。これはでも、ちょっと待って、ヒップドロップなのか。ヒップドロップ、ヒップドロップ、はいはいはい、はーい、ヒップドロップ、ヒップドロップ、やった、いけたオッケー、完璧。さあ、今回のゴールは目の前シリーズもフィナーレを迎えます。ゴールは目の前、11。
たけしさんのコースやっていきましょう。いやー、今回もね、本当になかなか今までのゴールは目の前シリーズでも一番難しいシリーズだったんじゃないかな。まずは一人倒す。そんでこっからはゆっくりゆっくりゆっくりしっかりゆっくりしっかり、ふい、よしよしよし、オッケーオッケー、はいはい、やったー、いったー、ありがとうございました。いやー、なかなか楽しませていただきました。たけしさん、ありがとうございました。りょうさんのコース、空をかけるマリオスピードランやっていきましょう。ポーンポーン、え、ほぼ全自動じゃないですか。そんなことじゃない、ないんですね。違うんですね。はいはいはい、ポン、オッケーオッケー。そんで次もピョンして、ピョンして、ピョンして、パンする、オッケー。さあ、ここまでは完璧ですよ、完璧ですよと。はい、まだまだ行く、まだまだ行く。そしてパウして、ここパウして、ゴール、ありがとうございました。いやー、かけるっていう漢字が読めなかった。謎の音色響く暗闇の館、メツンさんのコースやっていきましょう。確かに謎の音色が響いてるけど、なんか音色がヒントになってるとかそういうコースなのか、別に気にしなくていいのかな。確かにいろいろ響いてるね。まあサクサクいきましょうか。そしたらほい、あ、登れなかった。よいしょ。そんで上は、んー、ここにいる。これは何？おお、羽羽羽マン羽マン、よし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 よいしょ。そんでどんどん行けばいいのかな。どんどん進んじゃいましょう。うん、あ、なんか意外とシンプルなコースでいいですね。そんでここは、あ、なるほどなるほど。そうやって来るからこういう穴を利用してこう避けていくと、そういうコースですね。はいはいはい、うー、来た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 、ブラ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 、あー、当たっちゃったか、仕方ない。で、ここは上がって、ここ、ああ、しゃがんでもダメなんだ。よしよしよし、中間中間。いいえ、そこに潜んでたの全然気づかんかったわ。さあ、土管入りましょう。よし、フラワーゲット。そんで、お、なになに？静かなのが怖いんだけど。お、トゥー、トゥー、トゥーの合図とともになんか、うわ、また増える的な、もしかして。おお、テレサが出てきた。そういうことか、そういうことか。待って待って待って、落ち着いて落ち着いて。また増えるぞ、また増えるぞ。うおー、なんか、あー、早いのが来た、早いのが来た。待って待って、落ち着け落ち着け。そんで、ドン。オッケーオッケー。でも落ち着けば全然、そんなに、あと慌てることは、慌てて慌てて、おお、近い近い、近くなった近くなった。どうするんですか、どうする、どう、よしよしよし、落ちてた落ちてた、イエーイ、ゴールだぜー。おお、よしよしよし、いいね。ん、なになに、ジュニアクッパ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 は、なあ、トゥントゥントゥンのアイスとともにテレサが上に上がってくるのか。オッケーオッケー、よくできてるわ。おお、待って、しくったしくった、タイミングしくった、トゥントゥン、てん、ほい、うわうわうわ、なんかすごい上に来るときと、きた、あーほー、あと一回、あと一回、ほい、こい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 、クッパジュニアさん、クッパジュニアさん、早く早く、クッパジュニアさん早く、うわー、ラストラスト、よっしゃー、鍵ドア入って、オッケー、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、これでゴールですか。土管入っちゃっていいんすかね。よし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 、土管入って、パパパすげえ大爆発起こったけど、こんな館で爆発起こっちゃって大丈夫なんですか。いや、とても楽しかったです、ありがとうございました。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。そして今日はちょっとだけ告知させてください。はい、今月の7月25日火曜日、12時半からですね、渋谷の HMV で、握手会を行います。はい、僕だけじゃなくてフェイト君と、あとチャーさんとトラちゃんもね、はい、来ます。4人でね、握手会がありますので、ぜひ、来れる方は遊びに来てください。詳しい情報は、概要欄のところにね URL 載せておきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして今日のラッキーな人、今日のラッキーな人はビリビリ財布を使ってる人ということで、まあ、ビリビリ財布ってあのマジックテープのね財布ですね。うん、
まあ大人になってから使ってる方はあまり見ないんですけれども、僕はねもう子供とか中学生の時ぐらいまではもうビリビリ財布で、はい、あのビリビリってした感じがねすごい好きでね、なんか逆にチャックの財布とかだとなんかねこう高級感が逆に出てて嫌というか、あまりお金持ってないぞアピールでね、はい、僕はビリビリ財布を使ってました。何のアピールかよくわかんないですけど。ということで、ぜひ少しでも楽しいと思っていただけた方、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。またおすすめ動画や、実写チャンネルの動画もありますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけでコーダでした。次回のマリオメーカーの実況でお会いしましょう。またね、グッバイちゃん。